ねえ、安弘、今日は走りに行かないの？ここ2日間ぐらいちょっと調子、天気が悪くて雨が降ってるからね。今日は天気が曇り空なんですけど、多分グラウンドがぬかるんでるんじゃないかなっていう感じでね。まあ2、3日いい天気が続くといい、グラウンドの状態がね、いい状態になると思いますんで、そしたら走らせたいと思います。まあ、今日の天気はね、こんな感じで、今日の天気はね、こんな感じで、晴れのち曇りなんですけども、まあ、先ほども言ったように多分グラウンドがぬかるんでいると思いますので、今日は行きませんということで、ね、じゃあどうなるのって、ね、まあ見ても分かる通り、これから、まあ、3日か4日ぐらいは天気が悪いんですよね。でそして、まあ5月の2日3日あたりが、天気がいいんですよ。そうするとまずワンズホビーさんが、3、4、5あたりで走らせたいって言ってたから、多分5月の5日子供の日だから、その日になるんじゃないかなと思うんですが、レースには、で今度のレースには天気がね、なんとか、元に戻ってグランドもいい状態になると思います。そしてね、今回は、今週の京書オンラインショップ入荷製品情報ということで、フューエルポンプ 500cc、シナバン価格は新しくなりましたというのと、ハンドンレーサー用パーツ、ミニッツバギー用パーツ、ミニッツ AWD 用パーツ、ミニッツ RWD 用パーツ、フェザー用パーツ、インファーノ系パーツ、カナリツール六角レンチドライバー、マット系パーツ、370モーター、ブリザード 2.0、スチールピニオンギア、ターンバックルベット、アルトマ系パーツ、アルミクラッチベル、が入荷しましたっていうんで、これらをね、順番で、ご紹介したいと思います。まずはヒューエルポンプ 500cc、商品ナンバーが 96424B ですね。1980円これ税込みです。現在在庫があります。次にハンドンレーサー用パーツ、ステアリングヘッドセット、可動式ライダーセット、金属パーツセット、それと強化ピニオン 1.89mm、レンチビス付きで入っています。続いてミニツバギー用パーツ、メインシャーシー、これ ND001-1、価格は1100円、タイヤ、レーザー、フロント2ピースパック入り、ND-002F というやつですね。715円で入っています。そして、ミニッツ RWD 用パーツ、リアダンパーセット、MR024 ですね。そして、ハイグリップタイヤソフト30度、ミニッツレーシングラジアルタイヤ30度、ミニッツレーシングラジアルタイヤ、これワイドタイヤの30度。それとミニッツローハイトスリックタイヤ30度、4個入りですね。それとスーパーローハイトスリックタイヤ20度、それとスーパーローハイトスリックタイヤ30度、両面テープが必要ですって書いてありますね。そして、カーボンリアサスプレート、ソフト MR03、MM、LM、MM2、3、が、3個入りで入っています。価格は1430円ですね。そしてフェザー用パーツ、サスアームセット、接着済みヴィンテージタイヤ、TC タイヤ、それと TC ユニバーサルスイングシャフト、それと HD スタビライザーセット、それと ST ボールインアウトツールが入っています。続きましてインファーム系パーツ、ワンピースクラッチベル 13T ライトウェイト仕様になっています。デスケースパッキン5枚入りノンアスベスト、ダンパーキャッププッシュセット、ビッグダンパー用4個入り、それとデスケースセット FRNP9 になってますね。そして、デフベベルシャフト、2ピース入って NP9 用ですね。スペーサーセット、リアハブキャリア NP9 用です。それとキングピン、M4 の4ピースパック、NP9 用ですね。センターデフプレート、ガンメタリック NP9 用が入っています。
続いて、カナイツール六角電池ドライバー 1.5mm、商品ナンバー YKW015B、 価格は1870円、在庫があります。こんな感じでね、使いやすくなっています。続いてマット系パーツ、ブレーキジョイントカップ、マットホースクルーザー用 MA072 というのが入っています。 6.8mm ピボット MA305、ラテラルロッドセットマッドクラッシャー MA335、 それと 4WS コンバージョンセットクラッチマッドクラッシャー、ね、MAW023 というのが入っています。そして、370モーター、ブリザード 2.0 BL64B、 価格は1650円ということで、現在在庫があります。懐かしいね、370モーターまだあったんだってところで、次いきます。スチールピニオンギア、これは 17T48P、それとこれは 27T48P、 33T48P、 それと 36T48P が入ってます。続いてターンバックロッドチタン、ターンバックロッドチタン、3×36 が1個入り、それとこれは 4×50 が2個入り、それとこれは 5×38 が2個入りで入っています。そして、アルティマ系パーツ、デフシャフトセット RB5 用ですね、 UM515、 サーバーマウントセット RB6、 UM717、 マジックテープ 20×100、 1ピースパック UM729、それとアルミスタイリングプレート RB6、 UMW701、それとフロントスタビライザーセット RB7、 UMW746 というのが入っています。そして、最後ですね、V3 アルミクラッチベル R4 EVO2、 商品ナンバー VZW44204TG、VZW448 となっていますね。価格は2530円、税込みです。現在在庫があって、こんな感じのクラッチベルです。ちょっと見てみましょうかね。中はこういう風に削られています。よろしいんじゃないでしょうかってところですね。はい、安部です。いかがでしたかね。いろんな、商品を皆さんにご紹介しましたということで、今回はこれで終了します。お疲れ様でした。さようなら。